って何？なんか調べてたら穴ぼこの中にいるって言ってたんで、まあ、岩の穴とか穴ぼこ探してやっていこうと思います。なんかいたらすぐ当たりが来るらしい。でもちょっと浅いかな。穴ぼこって穴ぼこがないんだけど、わかるかな。なんか最初の一匹来るまでの感覚がね、今当たりがみくじのその残りの配布も使ってる。穴ぼこという穴ぼこは見つけられない。ね、まず一匹釣って分かりたいけど。わかりません。こういうとこは穴ぼこ。はい、カジカ釣りの仕掛けを買ってきました。でこれが針と餌はイクラですね。あとガンダマも買ってきました。じゃーん、タコメガネも買いました。ちょっと初めてだから。あー、すごい、結構はっきり見えんや。へえ、面白い。確かにこれやったら取ってくるとこ見えそうやけど、やつはどういうとこにいるか。タコメネバネがこんなはっきり見えると思わなかった。見える？すごい、ちょっと感動した。なんか岩の隙間見えるみたいなんですけど、こういうとこにいるのかな。赤い？なんか穴ってさ、どれぐらいの穴なのかな。前回箱メガネなしでやったときは隙間なんかないやんと思ってたけど、入ってみるとあるから。なんかカームシとかでもいいみたいなんですけど、いくらやとなんかいいエキスがバーって広がって集まってくるみたいな。ちょっと分からへんことばっかやから、とりあえずはやってみようっていう感じです。すぐ出てくるのかな。大きい穴なのかな、ちっちゃい穴なのかな。あ、ハト引っかかった、ハト。ハト、ハト。水深はこんだけあれば大丈夫なのかな。こういうとこかな。今日の目標3匹。まあ、1匹でも全然。かかった。ポイントだいぶ歩いてきました。なかなか反応がないです。とりあえず穴という穴、なんか穴ってどういうレベルなのか分かんないな。もう穴って何、むずすぎる。あー、いくら取れた。こんなちょっとでもあればさ、
こういうとこかって分かんないけど全くなくて、だいぶ歩いてきた。でちょっと逃げてきた。一匹でいいね。マジで一匹でいいかな。なんかね、情報を見てたらカジカ釣りは歩いた方がいいみたいな。カジカとか結構歩いたんやけど、なんかそんなさ、でかい穴がないよね。でかい穴なんかな。いた今いた。いたちょっと待って。今んとこ無理かな。てかさ、ちょうど見えへんねんな、あんまり。いやでも今確実にいたな。ちょっと希望が出てきたぞ。こういうとこか。いや悔しいな。もう無理か。こんなとこにいるんや、全然。こういう穴か。丁寧にやっていこう。あ、分かんなかっただけ。やっぱ気持ちもつっちゃうな。この穴に行っちゃう。長かった。やったね。かわいい。やっぱり最初の一匹は嬉しいな。やっぱさ、一匹釣るとさ、気持ち全然違うような感じやけど。やっぱさっきのとこ良かったな。本物の穴ぼこって感じ。なんか結構中が空洞の穴ぼこやった。あんな浅いとこいんや。あ、これだ。またあんなぼこはなくなってきた。でも当たり方は分かったよ。この辺かな。この辺にね、あのぼこがあれば。やっぱさ、さっきさ、当たったとこまたさ、ちゃう近くのポイント当たったやんか。だいたい固まってんのかな。また釣れました。さっきよりサイズアップ、嬉しい。
ってた。はい、今終わりました。いや最初分からへんことばっかりやったんですけど、見つれてよかったです。すごい楽しかったです。なんかこうやって渓流シーズンが終わっても楽しめる釣りがあって嬉しいです。また来年もチャレンジしようと思います。さあ今からたくさん見て帰ろうと思います。じゃあねー、バイバーイ。